方はね、この会場にてですね、はい、美味しいお酒が飲めるということなんです。この原子炉もちろんお酒大好きですよね。ねえ、さあご紹介しましょう。京子ちゃんです。こんばんは。どうも。ね、そう、京子ちゃんはなんかもう大日本が大好きで、なんかオリジナルのお酒をなんか作っちゃったそうなんですね。ちょっと ご説明いただけますか。大日本、うん、大日魂という、大日の魂ということ、クスマッチの色、はい、この赤色、なるほど、ね、ちょっと出しちゃったんですけど、はいはいはい、唐辛子を入ってくる、はい、ビリッと辛いお酒になってます。なるほど、ビリッと辛いでございますね。ちょっとね、あんまり辛くないぬるい男なんでいいですかね、本当にね。じゃあせっかくですのでね、一杯いただいてよろしいでしょうか。じゃあちょっとね、飲んでいただいて、はい、お願いします。もう彼はですね、もう本当、もう飲んだそのままをですね、もうレポートしてくれますので、はい、お願いいたします。はい、さあ、はい、いかがでしょうか。まさしくね、美味しさ、絶マチキレイ、はい、ありがとうございました。この後まで頑張っておいてくださいね。ぜひともと旅ラジの方にね、スタジオまで遊びに来てくださいね。じゃあ手振って、はい、イエスマー。